エネルギーナビゲーター、大畑晴美がお送りする星読みつれづれ草60。今日は新月と満月の願い事、蟹座22度14分、満月のメッセージをお届けします。はい、皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。大畑晴美です。はい、今年初めての星読みつれづれ草になります。回を重ねて60回目ですけれども、その前に2017年前半のオラクルカードリーディングをですね、12サインで頑張ってアップしましたので、お正月はもうこれに全部時間を使ってしまいました。これからですね、しばらく個人鑑定のリーディングがとてもビハインドなので、お一人お一人にとても時間をかけてしまいますので、お問い合わせいただいている方、もうちょっとお待ちくださいませね。そうですね、8月頃にちょっと皆さんに、お試しセールという価格で設定した時にものすごいお申し込みいただいたのがありまして、1日に本当にすごかったもんですから、その頃も募集した時は4、5ヶ月待っていただいたらと言ってたんですけど、あっという間に1年ぐらいになってしまいましたので、今ストップしている状態です。ですから準備に入る頃にですね、こちらからメールを差し上げますので、ただですね、何か近況が変わってきて、ちょっとどうしても苦しいです、サポートしてほしいですという方はですね、メールをください。よろしくお願いします。はい、ですね、皆さん2016年いかがでしたか？本当にね、9の年でしたね。1たす0たす2たす0たす1たす6で9で何かが終わって始まるタイミングですよって申し上げたんですけれども、オラクルカードリーディングでもお分かりだと思うんですけど、この2017年、今度は10の年です。10ということは1たす0で1なので、本当に新しいスタートを切る年なんですけれども、まだちょっとですね、前半、特に1月は、その2016年のテーマとの引き継ぎという形で、このリリースをしていく、本当にいろんなものを手放して新しいスタートをするための準備がまだ続いている状態です。それはオラクルカードリーディングでも皆さんにご説明してますけれど、だいたいトリックスターがたくさん出てましたからね。で、それから時間が取れればこのオラクルカードリーディングをまとめた、メッセージとですね、簡単なこの星読みつれづれ草のご挨拶ビデオをね、作ろうとは思ってるんですが、まあちょっと、いつまでというのはちょっとお約束できませんが、そこでもお伝えしようと思ってますけど、本当にいろんなサインで共通して出てきたカードが何枚かあります。ですからやはりそれがですね、2017年前半の大きなテーマなんだなっていうことを皆さんにお伝えしたいんですけど、その一つがトリックスターでしたね。で、トリックスターっていうのはマジシャンのような意味もありますけれども、ペテン師とか詐欺師とか、あとは奇術師とかね、要するにちょっと表と裏があるというか、いろんなことを深くいろんな角度で、裏というかね、いろんなことをですね、違った角度で見せるようなエネルギーなんですね。だからこう2017年は10で10でね、全く新しい、特に2016年は16というナンバーはね、ものすごくカーミックなナンバーなんですね。カルマを表してますので、だから本当に去年大変だったんです。でもその年があったから今年から本当にエネルギー変わってくるんですよ。っていうにもかかわらず、トリックスターが出てるってことは、彗星がもう最初から逆行してましたね。これがいい例です。で、天体の中で彗星というのはトリックスターの、エネルギー持ってますので、だいたい双子座とか、乙女座という十何宮のサインの、ルーラーでもありますね。で、彗星っていうのは唯一ニュートラルなんですよ。で、唯一地下のアンダーワールドと、それから天、両方にこう行き来できる星もトリックス、彗星なんですね。だから本当にね、このトリックスターが出てる時は、私たちはやっぱり物事をいろんな側面から見ていくっていうことがすごく大事なエネルギーです、今。で、ちょっと話が、ずれましたけれども、そういった意味で、
そうですね、ジャパンプロジェクト2016年に参加してくださった皆さんの、Facebook の、グループがあるんですけれども、参加してくださった皆さんはご招待してますので、どうぞまだ、参加してらっしゃらない方はですね、メールをください。そのグループの皆さんには、ちょっとアドバンスでですね、ちょっと早いタイミングでいろんな、メッセージをですね、私の方からお伝えしてるんですけれども、このね、旧暦でね、私はやっぱりこの月と満月と新月のこのタイミングで見ていきますので、やっぱりグレゴレキグレゴレグレゴリオで暦ですね、口が回りません。グレゴリオ暦っていうのは太陽暦なので、それは割と人間が、そうですね、非常にある意味人工的にこうフィックスして作ったカレンダーなもんですから、1月1日といつも変わらないですけれども、旧暦はやっぱり陰暦っていうのは月のサイクルで見てますので、お正月というのは毎年グレゴリオ暦のように1月1日とは限らないんですね。で、やっぱり宇宙のこのエネルギーを見るときは、私は陰暦というのがとてもパワフルだなと思うんですよ。で、陰暦は今年は1月28日が元旦になります。で、ちょうどね、今日、何日かな、今日は1月の US 6日なんですけども、確か今日太陽と冥王星がバシッと重なってます。年に一度のが豪の日ですね。で、非常にですからパワフルですよね。で、8日にですね、水星が逆行から戻ります。そしてこの蟹座の、満月が12日にあるんですけれども、その彗星が逆行から戻って、蟹座があった後で1月の28日に元旦ということは、その頃にですね、この蟹座の満月でしっかりリリースしてですね、で28日の時にちょうど新月になりますので、今年初めての新月ですよね。だからそこがですね、とても大切なポイントだと思います。そういう意味でね、この満月すごい大切です。そして2017年スタートしましたけれども、そしてもうそろそろニューイヤーズレゾルーションで、こう新年のいろんなこうアファメーションとかするのはとても大切な時ですけれども、本当のアファメーションっていうのかな、種をまくのは28日の、新月で、水瓶座ので、この蟹座の満月は、満月っていうのはもともといろんなものをリリースしていくタイミングでしたね、感謝をしてね。だから本当に2016年からずっと流れてきたこの浄化のプロセスの総仕上げをするのが、この蟹座の、満月のテーマだろうなと思います。はい、じゃあ、長くいろいろお話ししちゃったので、まずはですね、新月図を見ましょう。これですかね、新月図。これ東京の新月図ですけれども、見てお分かりのようにですね、月が22度27分で、東京の場合は、11ハウスにありますね。で、満月というのは月と、太陽が地球を挟んで反対側にありますので、太陽は、山羊座の22度27分ですね。で、この、新月、満月、とてもパワフルなのは、今日このコンジャンクトしている、プルートですね、太陽、今ここら辺にあるんですけど、ここと5度しか離れてませんから、やはりとてもとてもパワフルです。なんかプルートが表すのは死と再生ですよね。そしてすごく自分がこだわってるもんですよね。特に感情的なこだわり、そこを太陽が刺激しますから。そして月は感情を表す蟹座にいます。で、ここがまず、もちろん何ですか、満月オポジションなんですけど、それに加えて、今年1年とても大きなテーマになっているこの木星と、天秤座の木星ですね、これが今22度で、ぴったり22度ですね、90度取ってるんですね。そしてその反対側に、2011年からずっと、エリスですね、牡牛座にを運行しているユラヌスですよね、この天王星が今20度、38分かな、ほとんどまあだから22、非常に近いんですよ。で、タイトな形でポジション作ってますので、そしてこの木星と天王星のポジションは今年2017年の大きなテーマになります。ずーっとこのポジションが秋ぐらいまで続きますので。ですから、これ全部カーディナルサインなんですよね。
活動級です。季節の始まりのサインです。ですから活動級というのはやっぱりアクションオリエンテッドなんですね。ものすごく活動、もうイニシエートしていく力があります。でこれだけ厳しいですね、タイトなスクエアを取ってますのでこれはもうなんか感情レベルで、そして大きな、なんか今までずっと押し殺して気づいていなかったような潜在意識の中のいろんな感情とかも外側にこう浮かび上がってくる時ですよね。だから多分皆さんもう今日ぐらいから感じてらっしゃる方もいらっしゃるでしょうけど、なんかこう気分がめいったりとか、どうしようもなくイライラとしたりとかですね、なんか憂鬱になったりとか、もしくは灰になったりとか、どんな感情か分かりませんけど、そんなようなものが感じられている方はぜひね、その感情をしっかりと受け取りましょう、まず、ね。そして、だからちょっと気をつけてくださいね。なんかそういう、受け取るってことはね、それにリアクトすることじゃないですね。だからやっぱりでも感情がわーっと激してくるときに耐えられなくなって、なんか大声で叫んでしまったりとか、なんか人になんかそれを外側にぶつけてしまう言いがちになるので、今こそちょっと深呼吸をすること大事です。しっかり深呼吸をして、瞑想して、瞑想しなくてもしっかり深呼吸するだけでかなりしっかりと客観的に自分の感じていることをかみしめられますから、それをちょっと内観してみるっていうことがとても大事だと思います。で、ここでしっかりとその出てきた感情を受け取ってから、もう受け取ると統合できるのでリリースできますって何度も申し上げてますよね。だからそこでアファメーションとして、そのいろんな気がついた感情をですね、しっかりと書き出してみて、そしてそれを必要なければもう手放すんだったら、そこから学んだことを感謝して手放しますというふうに、アファメーションをして、そしてそれをですね、ぜひ紙に書いて燃やしてください。新月と満月の願い事のやり方という動画はですね、かなり最初の時に作ってますので、ぜひ私のビデオのところをね、クリックしてですね、虫眼鏡のマークがあるところにですね、新月と満月の願い事をやり方っていうふうに書くとですね、バーッと出てきますので、そこでですね、ぜひその動画の、をご覧になってみてください。それがね、まず一番大きなこのスクエアがですね、このポイントですね。で、なおかつですね、今ちょっと見ていただいたらお分かりになると思うんですけど、すごい量の天体がですね、今パイセスにいるんですよね、魚座に。だからやっぱり月が蟹座で水のサイン、なおかつ、魚座の水のサインにたくさんの星が1、2、3、4ですよね。金星、海王星、火星、そしてカイロンまでいますから。そしてこのカイロンがですね、今21度で火星と重なってるんですね、18度。で、これがですね、ちょうど調停のお役割をしてるんです。だからやっぱり今本当にしっかりとね、今まで自分が抑圧してきたような感情を内観してしっかり受け取っていった時に、ものすごい癒しをもたらしてくれるんですよね、カイロンとか火星がここにいてくれますから。でもって、パート・オブ・フォーチュンも来てますけど、金星ももう入ってきてるんですよね。で、サウスノードと重なってきてますので、この辺非常にパワフルですよね。ちょっとこの、度数がはっきり見えないんですけど、これ画面が小さくて。で、もう一つ、エグザクトで出てる、今回ね、22がとても多いんですね。だから、ここも22、ここも22、ここも22じゃないですか。そして、土星もね、22度なんですね。サジタリアスの。いて座の。で、日本の場合はこれ、4ハウスになりますけど、ここでちょうど月とですね、インコンジャンクトですよね。調停が一番すごく難しいところですよね。だからやっぱり、土星っていうのはこうしなきゃとかいう制限とかを表すとこですよね。で、サジタリアスですから、今やっぱり、いて座のテーマというのは、やっぱり新年体験ですよね。自分のこうスピリチュアルなこととか宗教的なこととか、そういう新年体験を
こうあるべきみたいな、こうあるべきというかこうだというふうに固めようとする形ですよね。で今ずっとそのいて座があるハウスの問題をがとてもいろんなこう、なんですかね、責任を負わされて結構厳しい方多いと思うんですけど、私もまあ土星は、あ、ごめんなさい、いて座っていうのは第一ハウスなんですね。そして実はこの22度というのは私の月と重なってるんですよ。だから私にとってもこれものすごいパワフルですね、今回の蟹座はね。でここと月がこうこのようにインコンジャクトになってるってことは、やはりそういう何か新年体系とか、こう自分の中のこうせねばというような土星のテーマと月の感情が何かこう頭とか理屈ではこうだって思うけれど、感情のところで沿わないというようなことが出てきてるんじゃないかなと思います。だからそこはすごくこう自分のこう過去で感じたいろんな経験とかで抑圧してきて、こうあるべきっていうことで自分の感情を抑圧してきたようなことをもう一度こう気づかせてくれるようなことが起こるか、なんかそんなことが出てきてると思うので、そこら辺をしっかりちょっと内観してみるといいかもしれません。でもう一つ、22度絡みでですねできているインコンジャンクトがこの木星とですね、このカイロンなんですね。カイロンが21度、ここは22度ですよね。ここもね、だからやっぱりこの天王星が何ですかね、これはもう本当にライトニングのエネルギーっていつも言いますけど、稲妻のようなパッとこうイントゥイッションでですね、変えていこうとしますよね。そして天秤座のテーマ、この場合2ハウスですけど、皆さん天秤座どこにありますか？ね、そこの木星に向かってですね、木星がこう天秤座のテーマですから、こういろんなことをバランスをとって何かやっていこうとしていく時に、こうじゃないのというようなことを気づきを起こさせてくれてるんですね。でそこでいろいろこうなんかだからある意味とてもですね、今までのやり方じゃないやり方でひらめいた時に実行していけるエネルギーがここにあるんですけど、だからすごくこれオポチュニティあると思うんですけど、そこにまたその何かこの感情的なことかなんかでしっくりこないような時に、ああ実は自分の中でこれをやろうとしてたけど怖かった、怖がってたのはきっとこういうことで、こういう私のトラウマみたいなのがあったんだな、ね、カイロンがあるとこっていうのは自分の傷をあるとこですから、でこの場合は、トランジットなので、ね、ですからそういうことを気づかせてくれて大きな癒しが起こってくれる。でもその前にやっぱり調整が必要っていうようなエネルギーですよね、これ。でこの時にとてもよく使えるのはね、この木星と土星がここでセクスタイルとってます。だからやっぱりその自分の新年体系とこの何て言うんですかね、天秤座のテーマをこう広げていこうとする時に、そこをうまくですねこうバランスを取るということ、自分と相手パートナーとかね、そういったバランスを取りながら、そこで何か出てきたものをですね、しっかりと感じたものをですね、感じきってみる、そうした時に、なんかこの新月じゃない満月は大きな気づきをもたらしてくれるんじゃないかなっていうイメージがありますね、これ見るとね。特にこの太陽と冥王星重なってますから、本当にこう自分がずっとこだわり続けてきたな、来た魂のこのエゴみたいなものをすごく刺激してくれますので、プルートのテーマというのを。だから特にこのヤギ座があるハウス、皆さん何ハウスでしょう。私は10あの2ハウスなんですね。で私の火星がこの21度にあるので、今回のやっぱりこの満月は私にとってもものすごくパワフルなエネルギーです。ですからおすすめはね、皆さんやっぱりちょっとこの満月の前後はね、今頃からしっかり瞑想なさることをおすすめします。満月の前3日、あと3日ぐらいしっかりこう瞑想してみると、いろんな気づきがあると思いますよ。ね。はい。まあそんなところがですね、これは何だったかな。でね、これはまあ普通のベースのね、チャートなんですけど、私が個人鑑定なんかで読むときはですね、こういうもっと
アストロイドをいろいろと読むんですけど、ちょっとそれで見てみるとですね、やはりこの金星があるところにですね、パリス・アテンもですね、アテナですね、もう入ってきてるんですね。だからやっぱりすごくこれも火星的なエネルギーなので、やっぱり魚座がすごく強調されてますね。で、そうですね、このちょうどですね、この、土星にジュノーがぴったり22度でやっぱり重なってますね。そして、水星がもうここ逆行から始まって29度に戻ってきてますけども、この22度のあたりって何でしたっけ、グレートアトラクターとかねがあるところですし、28度のあたりはギャラクティックセンターがあるところなので、やっぱりこの射手座のテーマというのがとてもなんか強調されてきますね。だからこのやっぱり射手座の土星をしっかりとですね意識して使っていくってことが、なんか大きな気づきを与えてくれると思います。自分が射手座が何ハウスにあるかということね、私の場合だったら第一ハウスですから、第一ハウス月と重なってますから、やっぱり自分のこのアイデンティティ、特に感情の部分をしっかりとこう固めていくために見返ってみるってことがとっても大事ですし、皆さんの場合はそのが何ハウスにあって、そこにもし重なっているような天体があったら、その天体のメッセージというかね、それをちょっと見てみるということがとても大切だと思います。で、ブラックムーンリリースもですね、29度でサソリ座にいますから、やっぱり水がですねとっても強いですね、今回ね。はい、で、まあ、火もちょっと強いですけどね。はい、そんなようなことがパッと気づいたことなんですけど、もう一つとても大切なお話をしたいと思います。実はですね、この蟹座の22度はですね、満月ですから太陽はこの牡羊座の22度にあるんですが、このごめんなさい、牡羊座じゃない、山羊座の22度なんですけど、この山羊座の22度というのは実はとても大切な、これから3年間しっかりと皆さん意識していただかなきゃいけないポイントなんです。で、これは、昨年のですね、ジャパンプロジェクト2016年の進化占星術入門セミナーに来てくださった皆さんにはしっかりとお伝えしてるんですけれども、実はこの山羊座の22度というところでですね、2020年のお見せしましょう、これです。これがまあ進化占星術入門セミナーで使った資料なんですけれども、一つこれはですね、2020年の1月13日にですね、何が起こるかというとですね、ここの土星と冥王星がですねぴったりと22度46分かな、ここでね22度で重なるんです。で、この時はですね太陽も21度、そして、まあ、これはバルカンって言うんですけど、これあれですよね、セレスですよね、みんな重なってまして、水星は23度です。で、わかりますか、これね、この土星と冥王星が重なるというのは、これ新しいサイクルが始まるってことなんです。で、まあ今はあんまり詳しいことは申し上げませんけれども、そうですね、登録者数が1000人になってですね、2月に入ってからになると思いますけれども、ウェブナーでですね、進化占星術入門セミナーに来られなかった皆さんのためにですね、ちょっと有料のコンテンツになりますけれども、動画でですね、この2020年のストラテジーのお話をですね、提供しようと思ってますので、よろしかったらですね、ちょっとぜひ、聞いてみてください。ですから2020年から本当にエネルギー変わってくるんですけど、この1月13日というのはとても大切です。そしてここで本当に新しいサイクルが入ってきますので、その前兆なんですよ。この3年後のですね、今今日1月の12日でしょ、ちょうど3年経った時の2020年に、今この満月でしっかりとアファメーションしてリリースして、今度は種を植えたものはですね、3年後にものすごい大きな実りとなってくるんです。新しいサイクルが始まるんです。ですからこの土星と冥王星のこのテーマとても大事です。で、そこで今土星がこの最後の冥王星と土星のですね、こう前に30何年前にコンジャクトしてるんですけれども、そこからですね、一周して戻ってきてるわけですね。で、それが
なんていうんですかね、ここ最後のこうバルサミックフェーズなんですよね。あと30度ないですよね。だからやっぱりこの3年間で、ここのその前のコンジャンクションからずっと取り組んできたテーマというのが、ここでこうすごい完成してくるわけです。で、22度というのはですね、もっとすごいんですけど、この冥王星とか土星のサウスノードもこの辺にあるんですね。ですから、そしてヤギ座というのは何でしたっけ？社会の仕組みそのものですよ。10ハウスのテーマ、国家のシスハウスシスあの国家の仕組みとかね、大きなファイナンシャル金融制度とかね、年金制度とか経済制度とか政治体系とか、そういったものが今ガラ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 本当にこう崩れていくっていうか、死と再生で塗り替えられていく。で、そのプルートがずっとそこをですね、こうヤギ座を今巡行してですね、2008年からリーマンショックを起こしてと、いろんなことが起きましたけども、まだこの途中です。プルートが抜けていくのは、2023年か4年ぐらいなんですけど、水瓶座の方に。ですから、その前にこの土星がまた別のサイクルで30年ずっとかけて、ヤギ座をね、前にヤギ座にいたところから、またこれからヤギ座に入ってきます。だからこれからの3年間がどれほどパワフルかっていうことを皆さんに、詳しくお伝えしようと思ってますので、よろしかったら是非、ご参加ください。またはっきりそういう出来っていうようになったらですね、ご連絡しますね。はい、じゃあ、満月の言葉はもう説明したので、これで終わりにしますけれども、最後にちょっと満月データを、ヌメロロジーからお話します。サビナシンボルとね、ですね、ずっと申し上げてきましたけども、2016年は9の年でしたけど、2017年は1たす0たす、ごめんなさい、10で、1たす0で1になります。本当にブランドニューのね、まっさらなスタートです。そしてこの1月はですね、その10に1を足しますので11なんです。で、11というのはやっぱこれすごいマニフェステーションナンバーですね。で、今週はですね、それの第1章なんですよ。だから今ね、もう111と全部1が4つ重なってる。ユニバーサルイヤーが1、ユニバーサルマンスが11、11というのはですね、1と1でですね、これ本当にゲートウェイなんですよ。こう、もうこっからスタート、本当に入っていく。そこに今週第1週ですから、また1が入るんですね。だから1111と、だからこの1週間、今一生懸命その瞑想するとかね、取り組むってことがどれだけパワフルか分かりますか？だから本当に皆さんのこうマインドをね、リセットして、もう前に向けていきましょう。自分からこれから何をしたいのかってフォーカスする。そのために、今いろいろ出てきてるいろんな苦しいとか、ちょっともやもやしてることをしっかり見返って、内側を。で、そこでリリースすることが本当にパワフルです。そしてこの12日はですね、これに、11に1と2を足していきますから、14になって5なんですよ。だから5というのは非常にこうチェンジですよね。変化していく時ですね。だからこの蟹座でしっかりとリリースするものをリリースして、大きくシフトしていく。この蟹座の満月もものすごいパワフルです。そして22というのはマニフェストションナンバーでしょ。だから22がいくつありました？ね、もう一回ちょっと見てみましょうか。太陽と月が22、そして土星が22、木星が22、それだけで22は4個ありますよ。そしてジュノンも22でしたね。ね、はい。で、実はですね、ここにエリスもいますけど、エリスも22なんですね。だから22がパッと見ただけでものすごい多い。ね。22というのは、それからもう太陽の反対があって、地球もあるのでね、地球も22ですよね、月と重なってますけど。だから、エソテリックでは地球っていうのを読みますのでね、ここに入ってるんですけど、本当に22というのは大きな具現化していくエネルギーです。ですから本当にこれから3年間、今回の蟹座の満月は、この3年後を目指して大きなビジョンで、自分がどんなことをマニフェストしたいのか、どんな生き方をしたいのか、そこをしっかりと見てみることが大事です。ですからこの満月はぜひですね、もう今日あたりから、だから今私一生懸命頑張ってですね、この動画作ってるんですけど、瞑想してみてください。よろしいですか？はい。
で、サビアンシンボルですけど、蟹座の22度はですね、22のサビアンシンボルは21度なんですけど、これが若い女性がヨットを持ってると、待っていると。で、22度何分になると23度が文学仲間の会合というのがあるんですね。だからやっぱりこれってまず若い女性がヨットを待っているというのは、ここに少し英語でですね説明書いておきましたけど、なんかですね、夢を見てますよね。で、なんかヨットって夢のね、なんかすごくこう自分はこんな冒険したいなって夢を持って、その夢を若い女性が待ってるって感じですよね。そしてその後でなんか Meeting the Literary Society ってね、文学仲間って書いたり、ね、日本語訳してますけど、Literary Society のミーティングがあるんだと。で、これってやっぱりその文豪のそういうエリートですよね。エリートの人たちがいろんなアイデアをですね、こうインターチェンジ、こう交流していくんでしょ、会議だから。で、それでですね、やっぱりその文豪っていうことですから、リタラリーですから、やっぱりカルチャーですよね。その、なんていうのかな、全体のカルチャーのこの、発展がしていく、すごく象徴的じゃないですか。だから非常にメンタル・フィジカル・フェローシップって書いてありますけれども、やっぱり今ね、しっかりとね、ビジョンを見ること大事だと思います。自分の夢、こんな夢だよなと。で、それをもっと大きな視点でね、いろんなものと比較してね、で、本当にトリックスターじゃないですけどね、いろんな見方をしてみましょう。そして、ああ、私やっぱりこんなことやってみたいなと。で、それがね、どんなふうにやれるかはまだ分からなくていいんです。でも、まず夢をしっかり見ること。そしてそのビジョンをエンビジョンすることを見ていって、あ、こういう現実を作り出したい、私はこんな生き方をしたい、そこをしっかりと見てみることが大事なんだろうなと思います。で、その時に本当にワクワクするようなことがあったりとか、そしてその時にそういうのをやりたいんだけど、なんか不安って感じるような時は、その不安をしっかりと感じ取ってみる。そうするとその後ろにあるなんか自分の思い込みとか、なぜそういう不安なのかっていうことをですね、しっかりとこう気づけていくようになると思います。もしかしたら自分の今までのこう信念体系、私はどうせこんなもんよっていうふうに自分で自分を型にはめてたようなことを気づけるかもしれません。で、それがあるとずっと自分がこうやりたいなと思うことできない場合ありますから、そこに気づけたら、じゃあそういう型にはめていた自分の型をですね、ちょっと瞑想の時にですね、取り出して、型にはまってる自分を取り出して、その型をですね、ありがとうとリリースして自分を解放してあげる、そんなような、なんていうんですかね、エクササイズをするといいと思います、ね。で、本当に今大きく夢を見ていく、そしてそれをしっかりアファメーションしましょう。どうやってそれが実現できるかっていうことは、あとはね、宇宙に任せていくんです。私はこういうことやりたいです。で、これをしっかりやるってコミットしますから、でもどうやっていいかまだ分からないので、どうか私にそれを見せてください、サポートしてください、気づかせてくださいって祈るんです。私そうやって祈ってきたんです、本当に。何度も動画でくどく言ってますけど。ね、で、これがね、今週の、2017年のオラクルカードリーディングで9個のサインで出てきたホワイトバッファローのメッセージなんです。ホワイトバッファローはしっかり自分の内側を見ていったときに、バランスをとって見ていったときにですね、大きなアバンダンスとセキュリティを提供してくれる、守ってもらえるんです。で、それができるのは、その自分の使命とか自分の夢とか、これをやりたいっていうことをしっかりとコミットした上で、バランスをとって、大地と自分の軸をしっかり持ってね、宇宙と地球とつながってね、そしてサレンダーするんですよ。導きに任せるんです。ね、それがその導きに任せていった時に初めてですね、じゃあこんなことができるんじゃないかとか、いろんなインテュイションとかね、いろんなメッセージを私受け取れるようになります。だからこの満月しっかりとですね、本当にこの2017年の今のこの時期、1月のこの時期、口を酸っぱく言っても、いくら言っても言い足りないぐらい大切です。
今しっかりと内側を向き合って、皆さんの潜在意識だけに眠っていた大きな宝物を築いてみましょう、ね。反対側の太陽なんですけど、22度のサビアンシンボルと21度、これは私の火星なんですけども、敗北を潔く受け入れることで将軍は高貴な性格を明らかにすると。でやっぱりこのなんていうのかな、戦いがあった時、負ける時は負けるんですけど、それは 何が負けるかっていうのは、そのなんていうのか、物理的なものは負けであっても、精神的な意味では勝ちになることもありますよね。だから勝ち負けというよりは、やっぱりどんな状況にあっても、それが自分の魂とか成長していく時にはとても大切な学びだったんだということで、抵抗するのではなくて潔く受け入れてますよね。そこで受け取った時に大きな成長とか大きな気づきが起こるんですよね。これが22度のサビアンシンボル、21度の時ね。そしてこの、太陽があるのは22度何分ですから、今度はサビアンシンボル23度になるんですが、このサビアンシンボルは戦闘での勇敢な行為によって2つの賞を与えられる戦士と。だからまさしくこの、勇敢な行為というのは、その敗北を受け入れるというような、行為も入っているだと思うんですけど、それを乗り越えてですね、2つの賞を与えられるって、これもね、なんかこの二元性をですね、デュアリティをですね、統合しているような、そんなイメージが私にはありますね。だから本当にこの蟹座とこの山羊座というのはですね、自分の一番プライベートな部分、感情的な部分っていうのは蟹座を表します。4ハウスですね。そして社会の中の大きな、今度は公の部分が太陽がある山羊座です。この部分の統合、自分の内側と社会です、プライベートの部分と外との統合、その辺のバランス、そういったことも大きなテーマになってくると思いますので、ちょっとこのサビアンシンボルから何か皆さんヒントが得るようなことがあったら、それも参考にしてみてください。はい、最後に、ですね、ちょっとなんだっけタロットカードを見てみましょうかね。まず、10の、今年は2017年は10ですね、の1のカードじゃないですか。でこれはですね、やっぱりThe Wheel of Fortune というカードなんですよね。でやっぱりこの Wheel of Fortune というのはですね、なんていうのかな、やっぱりこう運命の輪と言ってますけど、本当に回っていくわけですよ。で新しいサイクルが始まるって感じですよね、これ本当に。だからあまり詳しくもう言うと時間がなくなっちゃうので言いませんけれども、イメージ的には私本当に今新しい、大きく変わっていく時なんだろうなと思います。そしてこの4つのね、不動級のサインがここにありますから、宇宙の真理は1つとね、その中でやっぱりなんていうんですかね、みんながですね、なんか本を持ってますよね。これはですね、知恵の書というかね、 Wisdom of Age というね、本なんですね。でだからやっぱり今ですね、宇宙の法則っていうんですかね、それは変わらないもんですよ。その法則にをしっかりとね、気づいて学んでいく中で、大きくなんかですね、私たちの運命の輪をですね、自分のこの天命によって導かれた、本当に自分らしく生きていく方にぐーっとこう回していけるタイミングなんじゃないかなって私は感じますね。そして10は 1+0 で1になります。これはマジシャンのカードです。マジシャンというのはこのこれですよね、このこのワンドを持って、棒みたいなものを持ってですね、そして、宇宙とつながって、ここに無限の印がありますね。そしてこれを下にやって具現化しようとしてるんですね。でこれまさしくトリックスターもこのマジシャンのエネルギー持ってますね。そしてここに机の上にですね、ワンドとソードとカップとペンタクルですね、すべてのその道具ですよね、いろんなマテリアルがあって、これを使ってですね、いろんなものを具現化しようとしているエネルギーなんですね。ある意味でアルケミストですよね。だから私たちは本当に自分が今持っているいろんな
まあ、これマインド、これは皆さんのこう、あの精神性、そしてこれは感情、そしてこれは皆さんの具現化する知のエネルギーですね。こういったエネルギー、しっかり自分が持っているものを使ってですね、宇宙とつながっていった時に、しっかり宇宙と地球とつながっていった時に、こんな綺麗な花を咲かせられるんですよ。皆さんはどんな花を咲かせたいんでしょうか。今それが本当に種をまく時なんだなっていうのを私はつくづく感じます。そして今月は11ですね。それはジャスティスのカードですね。11というのは何度も言いましたけれども、マスターナンバーです。で、まあこのジャスティスのカードはやっぱりバランスをしっかりとってですね、なんていうのかな、自分の中の、なんていうんですかね、このデュアリティを統合していくようなね、そんなイメージが私の中にありますね。そして、もう一つかな、確か14ですよね。14はですね、これなんですね、テンパランス。これもバランスをとっていきなさいってカードですよね。節制というカードですね。で、最後に5にすると、これはヒロファンスですよね。だから、これは教皇になるのかな、ヒロファンスっていうのは日本語だと。で、5というのはさっき言ったその大きく変化をしていくエネルギーの、ナンバーですけれども、まあ、ヒロファンスっていうのは、なんか内側のですね、インナーティーチャーですね。インナーヒアリングですね。イントゥイションですね。だからやっぱり今内側をしっかり見返る中で、いろんなイントゥイションをしっかりと受け取ることができるようになるんだと思います。だから本当にね、自分の内側の声をしっかりと聞くということが今とても大事だと思います。そして自分の内側の声を聞くという時はね、周りの中のいろんな、なんか自分が嫌だなと思うようなことを見た時に、そこはもしかしたら自分の中にある嫌なものを周りに見てる可能性もありますから、そういったことも大きなヒントにして、とにかく内観をすること、からこの1週間、蟹座の新月までにしっかりとそういったことを意識してですね、過ごされるとですね、何か大きなひらめきを気づかされていて、私、自分の中のこのバランスをとっていくようなことをしっかりと気づいてですね、アファメーションとしていろんな必要ないものはリリース、感謝をしてリリースする中で、きっと大きな運命の輪の新しいスタートをですね、皆さん、種まきができるんじゃないかなと思います。はい、それでは、今日はこのぐらいで終わりにしたいと思います。今年これからも星読みつれづれ草の応援よろしくお願いします。ぜひいいなと思ったら、ぜひいいねとかですね、シェアをお願いします。一日も早く登録者数が1000人になるように応援をよろしくお願いします。はい、それでは今日はこれで失礼します。So much love. Thank you.